Thank you.
次新しいそれぞれの作家の世界観ですが、考えたこと、イメージしたこと、仕掛けが次々現れるのは素晴らしいですね。審査員の皆さんにも感想を伺ってみたいと思います。はい、花井さん、井上さんにいかがでしたでしょうか。